はい、今日のセカンドチャンネルの動画は、こんにちは、はじめ社長です。というわけで、私、はじめ社長、どれぐらい前か、3年前ぐらいからポケモンカードにはまって、もう、時代も変わり、GX 時代からやって、タッグチームというものが出て、V というものが出て、VMAX というものが出て、そして V スターというものが今、出て、で、新しく、バイオレットとスカーレットっていう、ポケモンの新作のゲームの発表がされて、ポケモンの歴史もこう、めくるめく変わっていってるんですけれども、引き続き私ポケモンカードをずっと楽しませていただいておりますという中、そろそろちゃんとした形としてポケモンカードが好きというか、そういうものをもっと資格というか、そういうものにできないかなと思いまして、実は私はじめ社長、ポケモンカードのオーガナイザー試験を受けさせていただいておりました。ポケモンカードのオーガナイザー試験というのは、そのポケモンカードシティリーグ、なんかリーグとかその大会とかってあるんですけども、ポケモンカードさんの公式の大会として開くためには、そのオーガナイザーっていう資格を持って大会を運営できるよ。運営できる知識とか、その能力とか人柄とかがあるよっていうのがないとできないんですけども、そのオーガナイザーというものの資格を受ける勉強というか、まあ僕、ポケが大好きというかカードゲームがそもそも好きなんで、ある程度のカードの知識とかはあったんですけども、よりそこをちょっと詰めさせていただいて、あとそういう大会開く際の注意事項とか、こういうことが大事だとか、ポケモンカードについて、はじめ社長はどう思ってるのとか、そういうのをいろいろ試験とかテストとかもあって受けさせていただいた結果、こちらに今届きましたね。株式会社ポケモンカードゲーム公認資格試験事務局という、もうちゃんと事務局があるんですよ、ポケモンカードの。そこからですね、とあるものが届いたので開けていきたいと思います。これ動画撮ろうと思って途中で開けるのやめたから、ここ開けさせていただきます。難しいよポケモンカード。分かりやすいし簡単なんですけども、しっかりとその大会としてやるときってルール付けとかもちゃんとしなきゃいけないから、なんか曖昧にしちゃダメなので、簡単なルールというか、分かりやすいゲームほどしっかりとどこまでが黒でどこまでが白か、白黒はっきりさせる審判的なジャッジ的な能力がないと大会っていうのは運営できないので、結構ね難しかったなっていう自覚はあります。さあ、はい、先日はポケモンカードゲームイベントオーガナイザー規約へご同意いただきありがとうございます。公式資格制度を通してポケモンカードゲームの楽しさをより広く伝えていく活動ができればと考えております。おー、つきましては下記備品を送らせていただきますということで、2つ届いております。こちらに、すごーい、うわすげー、マジでなくさんとこ、誰かに保管してもらおう。すごい、こちらポケモンカードゲーマーのイベントオーガナイザー登録証ですね。すごい。で、名前もちゃんと枝始めになっていますね。うおー、すごい。イエイ。そしてこちらが、おー、すごい、かっこいい、イベントオーガナイザーって書いてあるピンバッジですね。これがもう正式な、その、イベントオーガナイザーとしての資格を、取得したということになります。うわ、かっこいい。マジでかっこいい。すごいね。これで私も、ちょっと、ポケモンカードで遊ぶときはもう全然、ペッペラペってやらせていただきますよ。基本的にポケモンカード楽しければいいと思ってる人間なので、はちゃめちゃにワイワイ楽しくポケモンカード遊ばせていただくんですけれども、大会とか、そういう勝ち負けをはっきりさせなければいけない場というか、楽しさの奥にある勝負の楽しさ。ポケモンの楽しさの一つはやっぱバトルして勝ち負けをこう競う部分にもあると思うので、もちろんポケモンカードゲームは楽しいんですけど、そういう勝負の場でもしも何かあったときには、私が責任を持って対応させていただきますということで、オーガナイザーの資格を無事取得することができました。いやー、なんかそうね、こういうの手にしたことによって自覚を持たなきゃいけないとかありますけども、基本的にはそのオーガナイザーとしている時しかそういうものは出ないんで、普段のはじめ社長は本当ポケが大好き男として、活動させていただきますけども、ちょっと箔がついたというか、なんかこの動画を通して あいつ本当にポケモンカード好きなんだって思っていただけるとすごい嬉しいです。嬉しい。ねえ、ちょっと時間ができたらポケカの対戦動画とかも出したいと思うんですけども、最近のポケカもすごいね、もういろいろぶっ飛んできてるね。新しいカード何でしたっけ？信用神殿だっけ？特殊エネルギーが使えなくなる、能力がなくなるスタジアム。あれはすごいね。もう、フュージョンのミュートがちょっと大丈夫かなとか思ったり、一撃電撃も結構苦しいような気がしますね。無色一個分になるんでしょう、特殊エネルギーが。いやー面白いよ。ってなると逆に次はバケッチャが流行りそうだなとか、他のスタジアムで張り替えなきゃいけない。逆に信用神殿を守るために25周年のパルキア、相手の特性でスタジアムを張り替えれなくするとかっていう作戦もある。あ、語り出したら止まらないぐらいポケモンカードが好きなんですよ。ええ。かといってマニアックなことをずっとチャンネルで話しててもあれなので、ちょっと対戦動画とかも気が向けば出したいと思っておりますので、ひとまずそういうご報告です。はじめ社長、ポケモンカードの資格を無事取得することができました。ありがとうございます。はじめ社長主催の大会とか開けたらいいなとも思っていますので、ぜひね、ポケモンカードやってる方
方、大会開いたら遊びに来てください。素敵な大会にしたいと、思っております。喧嘩とかやめてくださいね。楽しく行こうっていうのが、私のモットーでございます。でもね、最近ちょっとなんか忙しくてポケカなかなかする時間がないので、ぜひカードショップとかではじめ社長見かけたらさ、ポケモンカードやりませんって気軽に言ってね。うん、人見知りだからなかなか自分から話せれないのでという話ですね。最近は嬉しい。はい、以上今日のセカンドチャンネルの動画でした。めちゃくちゃ感じだった。以上今日のセカンドチャンネルの動画でした。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またはポケカの診断の開封動画でお会いしましょう。次はパルキアとディアルガかな。オリジンフォルムのオリジンディアルガとオリジンパルキアかな。あれも強いね。ターン飛ばすのはやばいよ。強いですけどエネが多いからな。じゃあな。